みのり、そういえば遥たちはどうしたの？一緒に回るって話じゃなかった？それになんだか元気がないように見えるけど、何かあったの？実はジェットコースターに乗ったら気持ち悪くなっちゃって、ちょっと水を買いに来たんだ。ジェットコースター？なんで乗ったのよ。実は。なるほどね。その幼馴染の子に張り合おうとしたら、はるかに迷惑かけて落ち込んでたってことね。うん、その子ははるかちゃんと並んでると絵になるし、アイドルじゃない昔のはるかちゃんも知ってるし、すっごくお似合いなんだ。私もはるかちゃんの隣に並べるようにって思って頑張ってたんだけど。そうだったの。でもそんなに頑張らなくても大丈夫じゃないかしら。みのりちゃんは今のままでもはるかちゃんの隣に並べていると思うわ。しずくちゃん。そうね、しずくちゃんも言う通りだと思うわ。それでも気になるのなら、はるかちゃんにみのりちゃんの気持ちを話しちゃうのはどうかしら。え？私の？そう、はるかちゃんのことをたくさん知りたい、隣にいたいって気持ち。でも私の一方的な気持ちだし、絶対はるかちゃんの迷惑になっちゃうよ。あら、迷惑なんかじゃないと思うわよ。そうだよ、私だから大切に思ってるよって言われたらとってもとっても嬉しいよ。そうかな。